グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。U-24 日本代表は28日、東京五輪のグループステイ、第3節で、U-24 フランス代表に4、0で解消。出場国中、1の参戦全勝で文句なしの決勝トーナメント、出を果たした。今シーズンの J リーグはダゾーンで、 いつもどこでも簡単視聴。一ヶ月無料お試し実施中。本のキャプテンを務める DF、吉田麻也は、自分たは、まだ何も成し遂げていないと、グループ数、実施突破にも浮かれていない。違う競技、もメダルが確実と言われている選手たちが、先敗退したりしている中で、やっぱりもう一、集中して気を緩めずにやろうという話はし、したと続ける。しかし、そんな吉田も、 マジか。と言ってうなだれた瞬間があった。それは、準々決勝、キックオフが、これまでの試合よりも2時間早、なることの影響は考えられるかと問われた、だった。日本は、グループステージ3試合を、すべて20、キックオフで戦ってきた。太陽が沈んで日中、リモ、幾分か、涼しくなった、時間帯にプレーす、ことができ、 気候の恩恵を受けていたのはま、いない。それが、え、次18時マジか。という驚きに償っ,ったわけだ。吉田は、チームの躍動が、何より、イコンディショニングをできて、他のチーム、リア明らかに長い準備期間があったことによ、手もたらされたとも語っていた。自国開催の、メストレス少なく調整に集中することがで、大会前の合宿も、 大会中のリカバリーやトレーニングも慣れ親しんだ環境で行ってきた。5、下、ホームアドバンテージが選手たちの良、なコンディションにつながり、中2日での3連戦、影響も最小限で済んでいたとも言えるだろう。だが、準々決勝の U24 ニュージーランド代表戦は31の18時キックオフ予定となっている。 まだ日没で20時キックオフよりも暑さが残った状態で合わせをしなければならない。吉田もこれまでの3合わせ20時台にできたのはだいぶ大きかったなと今いますねと夏場の遅い時間帯のキックオフ好影響を感じている。では実際に18時と20時ではレほど気温に違いがあるのだろうか。気象庁を公開している過去の気象データによると 準々、勝ちの開催地、鹿島スタジアムのある鹿島の28日18時の気温は26.1度、20時の気温は25.5度だった。試合、ある時間帯だけで見ると、あまり差はないが、の日の最高気温は29.5度だったので、日中に比べ、夜は、だいぶ過ごしやすい気候だったことが、軽。吉田は、特に一試合目は、かなり暑かったを語っていたが、 初戦の U24 南アフリカ代表が開催された22日の調布市付近の気温を、戦術、データベースで調べると、18時には28.6度、キックを、の20時は26.4度となっていた。日中の最高気温が32.8度。たので、20時台にできたのは、だいぶ大きか、という言葉はまさしくその通りと言えよう。ループステージ第2戦の U。 24メキシコ戦が行われた25日の埼玉市は日中の最高気温が32.8度、18時も31.2度あり、キックオフの20時に29.1度となってよう、く30度を下回った。会場で取材していてもメキ、個戦の日が最も蒸し暑くて厳しいと感じてた。そして2連勝で迎えた第3戦、U。 24フランス代表が行われた横浜市も28日の日中の最高気温が31.5、20時の試合開始時に27.7度まで下がっていたので、タジアム内はそれほど暑くなかった。準々決勝、ニュージーランド戦までは中2日、選手たちはまたに勤めることになる。18時キックオフの影響、どれほど大きいかは未知数だが、 これまでと違った感覚での戦いを強いられるのは、毎、毎。31日の試合当日の鹿島市の天気予報は、晴れ、日中の予想最高気温は29度、試合開始前後の気の予想は26度となっている。吉田は気候の条件、相手も同じなので、絶対に、うちの方が混んで、ショーンは、いいはず。頑張りましょう。と明るく、気に取材エリアを後にした。 第2戦と第3戦は点が開いたので若干省エネした感はあります。も語っていた。僕自身はここからが自分の死だと思っているのでもう一回息を引き締めて立体。累積だったり怪我だったり連戦でコディションが整わなかったりいろいろな線の力が必要になると思うので。 ここから総力、だなと思いますディフェンスラインの主力は唯一イエローカードを1枚ももらっておら、最も出場停止リスクの低い選手でもある。決トーナメントでも、キャプテンとして、そして、イフェンスリーダーとして、省エネで、エネルを蓄えた、吉田の大奮闘に期待したい。取材、文、船木渡る、涼 <music>